こんにちは。ニンニク大好き、油も大好き、激辛クイーンの川島美恵です。食べました？ペヤング焼きそば超大盛りギガマックスガーリックパワ ー相変わらず重いギガマックスって私思ったんです。これにあるものを足したらさらに美味しくなるんじゃないかなって。それはトンシンマックス。ガーリックと豚ちゃんの油混ぜたら最強でしょう。今回は混ぜたら美味しいんじゃないかっていう検証なので、ギガマックスは全部は食べないかな。部品激辛みえチャンネル。麺の厚みが全然違う。中身はこんな感じ。ガーリックパワーの火薬はニンニクいっぱい、トンシの火薬はナルトが可愛い。できました。ガーリックの骨めっちゃニンニク、くっそ。火を入れたニンニクじゃなくて生のニンニクみたいな匂いがする。お湯入れてんのにね。じゃあせっかくだからまず食べてみようかな、単独でね。トンシから行こうかな。あ、ほらナルトちゃん、いただきます。アブアブの方からね。いい匂いだよ。油だね。想像以上に油。でも嫌いじゃない。美味しい。ナルトはナルトだね。では香り高いガーリックちゃんの方いただけますかね。しょっぺーなー。で、すごいガーリック。うん、すごいガーリック。え、ぶっちゃけ言うていい、そんなに美味しくない。あれ、もっと美味しいんじゃないかと思ったんだけど。白かったんだよね、ソースが。だからソース味じゃなくて塩味のガーリックなのか。っていうか、じゃあ塩味とソース味じゃん。マイカ混ぜてみるか。なんつうんだろうな、このベースとなる塩の味とガーリックが分離してるような感じがする。混然一体となっていない。はい、じゃあ混ぜますかね。トンシマックスはね、うまいね。重っ。混ぜますね。混ぜた。野菜たちは下にうどんじゃってるから全然ここに入んなかった。ははは。まあいいや、とりあえずこれで食べよう。じゃあ食べてみるね。おいしい、おいしい、おいしい。いいよいいよいいよ、いいとこ取りでいいよいいよ。こちらほど油っぽくもなく、こちらほどおいしくなくもなく、ガーリックも控えめになり、ちょうどいい感じ。あ、これちょうどいい、ちょうどいい。あ、これ商品化すべき。なぜかこのソースと塩味の合いの子もね、いい。私は割と好きよ。こういう焼きそばもあり。少なくともガーリックパワーを単独で食べるよりは美味しいな。うまいうまい。これだったらギガマックスの量いけるわ。だんだんトンシが来たね。のしかかってきたね。おかわり。油すごいな。重いよ君。トンシちゃんの方単独で毎回食べてみたかったんだ、忘れてた。うん、ヘビーだね。メンマっぽいものが入ってる。多分トンシの方だね。やっぱそれぞれの単独よりも混ぜた方が美味しいよ。え、やってみてほしい、やってみてほしい。トンシの方を使ってきてね、ギガマックスダブルにするとかね。お皿に油と具がほんのりちょっと残ってるところにガーリックちゃんをもう少し足して食べてみようかな。ガーリックはいまいちだな。生のガーリック感が強すぎちゃうのかな。もうちょっと食べようかな。あー、匂いがすごいわ。この量あると冷めないね、あまり。そうだわ、一味唐辛子。赤くて綺麗。これ美味しいんじゃないか。辛っ。
一味の粉っぽさが際立っちゃったけど辛っ、美味しい。私はやっぱり辛ければ何でも美味しいかも。辛くしたら美味しい。これ食べたらギガマックス分ぐらい。ちょっと残しちゃったけど、多分ほぼほぼギガマックスぐらい食べちゃった。後で移し替えてみたら普通サイズ容器1杯分残し、やはりギガマックス分食べてました。カロリー、ごちそうさまでした。激辛みえチャンネル、お腹いっぱい。結論、ガーリックパワーとトンシマックスミックスはうまい。お好みもあると思いますけども、私はそれぞれ単独で食べるよりも混ぜて食べた方が美味しかったです。だからギガマックスガーリックパワー1つとトンシマックス4個を買ってきて混ぜて 2,3 人で食べるのはいかがでしょうか。お腹いっぱいすぎてもう頭が回ってません。眠いです。そしてニンニク臭い。見てくださってありがとうございました。この動画を見てなんだか胸焼けしてきたと思った方はここをポチッとチャンネル登録お願いします。またねー。